夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う目隠ししたままの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま。街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて、映ったものに安堵する日々は、目当たりの中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。たったと流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねえ飛びな未来を想像して外を眺めてると、突然聞こえてきたのは喋り声。飲みかけをハーフティーをすぐ順に抜き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう、それは両親に来たこと、私の目もそうなっているようで、いつも怖がられる役ばっかりで、そんなことを知ってるわけね。トントンと響き出したノックの音は初めてで、緊張なんてものじゃ足りなくぐらいで、ねえねえ飛びな世界は想像してるよりも沈む、簡単にドアを開けてしまうもの。目をふさぎうずくまる姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまう、どういうとただ笑った。僕らって石になってしまうと怯えて暮らしてた、でも世界はさ案外怯えなくていいんだよ。淡々と鳴り響いた心の奥に溢れてた想像は世界に少しなりだして、ねえねえ飛びな未来を教えてくれた。まだまだまだ迷った時はここで待っているから。夏風が今日もまたあなたが触れた服のフードを少しだけ揺らしてみせた。